最近ネットで大きな反響を呼んだのが、皆さんも使わなかった備品の持ち帰りありますよね。ただ中にはこんなものまで持ち帰っちゃう人が。シャンプーをボトルごと、加湿器、テレビまで。さすがに行き過ぎとも思いきや、ネット上では意外にも、俺はスリッパ、ガウンも持って帰ってたけど、フェイスタオルは OK？ バスタオルは？シャンプーちょっとボトルに入れて持って帰っちゃったことある。持ち帰っていいラインがわからないという声がたくさん。確かにこれらすべてタダで持ち帰れるとしたらお得ですよね。そこで今日考えたいテーマは、タダ。なんとタダを極めた結果、自分のお金を一切使わず生活しているタダマスターがいるんです。視聴者の金で9万のカメラ買ってやった。僕は視聴者の金で旅するトモくん。 TikTok を中心に発信をするともやつさん25歳、西日本横断の旅真っ最中ですが、その費用は全てタダ。その理由は配信を見ている視聴者。ライブ配信の投げ銭ギフトとかであったりとか、あとはペイペイを視聴者さんからいただいて、あとはなんか直接ファンが来てくれてなんかカンパしてくれたりとか。1ヶ月でどのぐらいもらえて？1ヶ月でトータルやと100万ぐらいですか。ほぼただ、自分のお金ほんま全然使ってないです。プラカードを持てば誰でもできると言いますが、そこまでのバイタリティがなくても、最近ではタダ活が SNS 上で話題になるなど、街中にはタダ無料のサービスがいっぱい。最近よく見かけるコンビニの無料引き換え券や、規格外の野菜を無料でもらえたり、ゲームをすることで商品をもらえるアプリも。そんなサービスを駆使するのが続いてのタダマスター。こんにちは。こんにちは。シンポイさん43歳。彼の部屋にあるもの、そのほとんどがほぼタダですね。こういうのも完全タダ、タダですね。ここにあるものもそうですね、タダですね。これもタダですよ。これもタダ。なぜタダで？これ全部、まあ、タダって言ったんですけど、すべてポイ活なんです。ポイ活、はあ、秘訣はポイ活って今更？そんなの誰もがやってることでしょうと思いますが、その規模がすごかった。去年は1300万ポイントですね。1ポイント1円なんで1300万円分のポイントですね。どうやったらポイ活で0円生活を送れるのか、詳しくはスタジオで伺います。一方で得する人ばかりではなく、タダによって怖い思いをした人も。アイリさん24歳。きっかけは友人からの美容サロンへの誘いでした。友達の紹介だと1回無料でできるというふうに聞いて、施術自体は多分15分ぐらいで契約しないかっていう説明だったりお話だったりという形で、60万のところを今日契約して帰ると45万になる。思ったより接客の圧があって、途中から来たことを後悔したっていう感じです。無料という言葉に踊らされ、1時間以上も勧誘されて契約。帰宅後にクーリングオフの手続きをして事なきを得ましたが、サロンを出られた時には3時間以上が経過したそうです。
ただ無料で提供するだけっていうのは、そんなことは多分それだけっていうことはなかなかしないと思う。ただって本当に幸せ？それとも危険？ポイ活で0円生活を送るシンポイさん、無料目当てで500万円のローンを組んだフミフさんと、ただがもたらす幸せとリスクを考えます。さあということでね、はい、ただ活ポイ活についていろいろ話していきますけれどもね、はい、お二人どう見ましたか？そうっすね、まあもらえるもんはやっぱもらいたいと思いますけど ね、はい、ただこういくら稼いでも兼近くんのそのおごられ癖というか、おごられに行くんですよ周りの人、あそれやめてくんないとは言ってるんですけど、そうか、はい、おごってもらうのも言ってみればただ活ですね。ただですね、うん、そのうまさも、あの話術という、ね、技術は必要なんですけど、はい、そうですね、はい、いやあれおいしそうお願いしますみたいな感じいやだ、いやだって言ってるじゃん。いつでも相手を気持ちよくさせて俺におごらせるというのはもうずっと続いてるんですよ。でも兼近さんだったらおごった側もなんか気持ちよさそうですね。いやそうなんですよ、だからそれも俺理解できなくて、ね、兼近におごれてるってことが幸せなんですよみたいなこと言って、やめろやと僕はもうずっとほとんどただからこそ断ってほしいんですよ。いや本当お金使わなそうですもんね。ずっとだから何食ってもうまいですし、ね、いろんな先輩についてって、うん、今日もいいですかっていう周りのものも全部もらえもんですから、ね、うん、そうですか、はい、自分で何か買うことあんまりないですね。なるほど。ガチャも無料ガチャばっかり引いてましたし、うん、ただそのなんか無料ガチャ引いてるとやっぱ課金ガチャの方じゃないといいの当たんないの気づくじゃないですか、はい、課金するためにでも無料でやりたいからいろんなサイト登録しに行くんですけど、会員登録したら何ぼがもらえて回せるようになるみたいな、やりすぎてめちゃくちゃ金払ってる時とかありました。逆に俺もそうかミスってる時ありますよ、はい、1300万ポイント、うん、1300万ポイントを貯めるにはどれぐらい消費してるのかとかも気になりますね。あ、なるほどね、確かにね、はい、それも含めて伺っていきましょう、はい、ではゲストをご紹介いたします、年間今もありました通り1300万円分のポイントを稼ぎ、そして生活費のほとんどをそのポイントで賄っているというシンポイさんです。シンポイさんどうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。すごいですね。いや レジェンドですよ僕ね、あのツイッターフォローしてますから、いや本当にマジですか、はい、本当にフォローしますよ。そうか、はい、ちょっとねためになるなと思って、具体的なコツを伺いますからよろしくお願いします。ありがとうございます。そしてもう一方、高級ホテルの無料宿泊券を目当てに500万円のローンを組んだ経験を持ち、ただより怖いものはないとリスクを感じているというふみふさんです。ふみふさんどうぞよろしくお願いいたします。あ、よろしくお願いします。はい、なんともいや大変だ、落差がね、衝撃的ですけどもね、はい、まずはこの話からいきましょうか。ホテルの備品をですね、どこまで持ち帰っていいのかっていう話ですね。先ほどの VTR にもありましたけれども、これは持って帰っていいのかなとかね、これは境界線ギリギリだなとかいろいろあると思いますので、皆さんこの、まあ、絵を見ていただいて、イラストこの中で持ち帰っていいものは何ですかっていう、クイズから始めていきましょう。はい、皆さんどうでしょうか。さまざまありますね。さっきまあちょっとスタジオでも議論になってました、ガウンとかね、浴衣みたいなものが、ベッドの上に乗ってたりもしますし、スリッパもあればですね、シャンプーとか、うん、それから化粧品類ですか、うん、歯ブラシとか、ま、歯ブラシはいいですよね、使い捨てやし、歯ブラシ持って帰っちゃう、はい、歯ブラシはまあまあ、うん、でも今そのフロントで必要な分だけとかも多いですよね。あ、なるほど、あらかじめね、増えた増えた、うん、ウェルカムドリンクは絶対持って帰りますよね。水ね、はい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 、どうぞっていう、ご自由にどうぞの水、はい、うん、そうですね、このがイラストでは有料って書いてあったりしますね。あ、有料、水が、それはでも水は無料かもしれないしね、ちょっとホテルによるね、危ないことする、うん、まあミニバーですね、ミニバー、はい、右上のあのスリッパ、うん、あれ袋入ってるじゃないですか、はい、使い捨てのやつ、うん、あれは私結構境目分からないんです。そうか、これは確かに使い捨てっぽい感じで ね袋に入ってるってことはね、うん、どうでしょうか。難しい。修造さんどうですか。でもさっきの確かにパジャマとかダメっすよね。パジャマはダメな気がする、うん、でもテレビ持って帰ってる強者もいたんで、そうですね、担いで持ってくっていう作戦もあんのかなみたいな。うん、
さあどうぞどうぞ。使ったらなくなるものはいいってことなんじゃないですか。ああでもシャンプーダメなんですか。シャンプーだってボトルごとだったらなくならないじゃないですか。ボトル捨てたい、うん、でもちっちゃいシャンプーもありますよね。そうちっちゃいシャンプーって使ったらなくなるものは多分いいんです。それはいいんじゃないかということですね、はい、さあどうなのか答えを見ていきましょう。こちらです。はい、スリッパとそれからお茶とかありますね。お茶とかこうティーパックみたいなものがあったり、それから化粧品類ですね、はい、そして歯ブラシとかその辺のものということですね、はい。まあ、簡単に言うと要するに今話が出ていたように使い切り、うん、使い捨て、そういったものについてはどうかっていうことなんですけど、法的に言うとどうかというと原則として全て持ち帰り NG と、はい、いうことですね。ただ1回使い切りとか使い捨てのものは持ち帰り可能なことも多いと、はい、ただしホテル旅館のルール次第で現に、逮捕されたりしてるケースもありますので注意してくださいと。何を持ち帰って、はい、先ほどあったんですけど空気清浄機とかね。あそれはダメです、はい、これは本当に逮捕されてます。それからこれも気をつけてください。商業施設のトイレットペーパー、はい、気をつけてなんかうちに今なくて1個だけってあの緊急事態でみたいな。あなんで旅行してんの。家の近場のなんとかとか。いやでも私ミとかスーパーでバイトしてたけど、はい、しょっちゅうなくなってました。やっぱりそうそう、多いね、公衆トイレとか、はい、多い多い、うん、そうそうそう、買いに行けなくてどうしようもなく近くにあるそういう公的なとか。でもこのね5個盗んで逮捕されたりもしてますから注意しなきゃいけないと。これで捕まりたくないですね、いうことですね、はい。さあというこれを入り口にしまして、いよいよですねシンポイさんからお話を伺ってまいります。シンポイさん頼むぜ。来たね、はい、勉強したい。年間1300万ですから、はい、ホテルの備品を持ち帰ってるわけではありません。そうですね、はい、いうことを抑えた上でですけれどもね。言ってるわけじゃないです、うん、そもそもこのタダ活ポイ活始めようと思ったきっかけは何だったんですか。きっかけは本当にあの本業の収入が激減したっていう、うん、もうそれがきっかけですね。あそうですか。です何から手をつけてどういう風にしてここまでこう進めてこられたんでしょう。まあ、そのネットサーフィンをしてたんですけど、うん、なんかお得になんか自分で稼げるのは何かないかなっていうのでポイ活っていうのを、まあ、キーワード引っ張ってきて、その時にポイントサイトっていうのをこう使えばお得になるよっていうので、うん、そうそうポイントサイトを使ってポイントを貯めて現金化っていうのをしてました。ポイントサイトっていうのがあるんですね。あるんです。それあんま知らないですよね、まずね、うん、それもうちょっと教えて、ね、いただけますか。ポイントサイト、うん、ポイントサイトっていうと例えばあのショッピングモールと思っていただければなんですけど、うん、まあ、ネット上のショッピングモールがあって、でそこを、まあ、それがポイントサイトなんですけど、うん、そこを経由してお買い物、例えば楽天とか、うん、ユニクロとか、うん、いろいろお店ありますよね。じゃあそこのポイントは当然貯まるんですけど、ショッピングモールのそのポイントサイトにもポイントが貯まるのでダブル取りができるんです。ダブル取り。バスケで禁じられていた。なのでダブル取りです。なのでポイントサイトを経由してクレジットカードを作ったりするとポイントがプラスでついてくるので。作る前にそれやらなきゃダメってことですか。そうです。普通に作るとただクレジットを作るだけじゃないですけど、ポイントサイトを経営すると100万以上まだすぐまだ100枚作ればいいです。すごいですね。100枚も作れるんですね。作れます。月大体 2,3 枚かなって、よく OK 出ますね。そうです。すごいな。10日に1回作ってるってことですか、カードを。そうです。確かに6年で100枚作ってるんですよ、うん、相当なペース。クレジットカードって多い方がいいんですか。いや、そんなこと。だから1枚作るごとにポイントがもらえるから。そうです、そうです。そのクレジットカード使わなくてもポイントがもらえるから、それをまた何かを買うことで使える。で、これ持ち続けてるんですか。あの解約するやつもあるんですけど、基本的には持ってます。100枚って無料やからとかですか。年会費無料やし、どうせとか年会費が次年度かかるものに関しては解約をするかしないかっていうので、やっぱ持ってるだけでもお得なクレジットカードもあるので、使わないで。そうそう、持ってるだけで。そういうことで。シンポイさんのお宅にめちゃくちゃいろんなハガキ届きません？死ぬほど来ません？そうですね。大変そうです。いやいや、来ないです、来ないです。本当そう。全然来ない。いろんなサイトにもすっごい登録するったりするってことですよね。そうですね。実際には。だってポイ活アプリ20個以上一画面全部ぐらいの感じ。ずっとやってる感じですか。なんかずっとこう生活がもうポイ活なんで僕。え、それでもう働かずにこれだけでいけてるんですか。そうです。これだけで、まあ、でもこれの金額いけばいけてるんですね。そうですね。
うん、期限とかないんですかこのポイント1300万ポイント、うん、あるんです。あの1年有効期限があるので現金と違うので、うん、やっぱそのやっぱ有効期限を過ぎてな失効するっていうケースもやっぱあるんですね。把握しきれます？1300ポイントは。僕はやっぱ仕事としてもやってるんで。そうか、やっぱ残高を常にチェックしてるわけですね。うん、そうですね。一番高い買い物なんですかポイントでの。最近買ったの絵ですね。でもさっき絵飾ってましたけど、ドラえもんの絵、あれか、あれ村上隆さんのやつですよね。僕も覚え同じの持ってたんですよ。同じっていうか近しいのだから持ってて、多分あれね、もしかして現金で買ったんですか。こっち持ってないですね。ノウハウの差がもう如実。でたまたま見て、いや可愛いって思って。あれいいですよね。あ、いくらですか。ポイントで、そんなにやばい。ポイントで言うとお金だった。ポイント1は一緒です。1ポイント1ポイント言っていいですか。ポイントはアプリ、ポイントでも円でも一緒だもん。危ないことなんで、ちょっと危ないんでポイントで一緒一緒言っていいんだ。33万円ですよね。すごいポイントですか。その時は D ポイントでしたね。 D ポイント、へえ、そうなんだ。そうなんですね。豊かな暮らししてますね。いやいや、そんな。でも買う時もこの対応してないと難しいですね。そのカードが対応してるとか。まあ、そうですね。決済が使ってれば。カードじゃないですよね。そのポイントサイトで得られたポイントでまたポイントサイトで別の商品を買えるんです。そうです。あ、じゃあそのイベントもネットのイベントってことですか。絵で絵を買ったイベントは。もうすぐお近くで買ったんですけど、たまたま見つけて。あ、Dポイントが使えたっていう。そうです。なるほど。その美術館ね。D 払いに、D 払いに使えた。すごい。使ってます、D 払いに D ポイントでお支払いできるので、それでお支払い。そうか、へえ、すごいな。把握しきれないと思う、多分全部ポイント。具体的に今から始める場合何がいいみたいなことってこう言えますか。うん、具体的に何もわからない人であれば、まず最初はクレジットカードを使って、はいはいはい、でそれで現金からクレジットに変えることによってポイントが貯まるようになるので、うんうん、でそのポイントで、まあ、お得に買い物を一度体験してしまうと、まあ、めっちゃ貯まるやんっていう経験から僕もね、そんな一生懸命やってないんですけど、まあ新保さんフォローしてるぐらいなんで、まあ、ちょこちょこはやるんですよ。でも僕ですらね、多分年間30万ポイントぐらい多分貯まってます。おー、すごい。そうそう、ね、あ、だからこの感じですかね、今誰でも、ね、年間36万ポイントみたいな、この感じ。うん、まあ、登録とかしないんですけど、普通にもカードで、うん、まあ、なんかね、新幹線乗ったりとか、はい、そういうのでポイントは貯まってくるんで、うんうんうん、はい、確かに。なんかマイルとか楽天ポイントとか、そうそう、マイルとか楽天ポイント、そのレベルのことはみんなやってますもんね、うん、はい、新幹線でポイント貯まるの。まカードで切ったら貯まりますよ。ます、生産をカードですればっていうね、会計をね、はい、いうことですね。あとなんかアプリでいろいろね稼げるみたいな、歩くだけでポイント貯まるとかいろいろあるじゃないですか。そうですね、はい、どうですか、現実何をやってらっしゃって、どういうものが、うん、結局ポイ活って寝るだけでもポイント貯まりますし、寝るだけ寝てもポイント貯まりますし、意味わかんないよ。達人説明を果たしてください、うん、本当に寝るだけ寝るだけのでポイントが貯まって、それで自分のちょっとアプリわかんないですけど、うん、でそれで寝て枕とか、うん、そのポイントでもらえたりとか、ね、データを提供してるとか、レビューするとか、そういうか、なるほど。から起きて歩くことによって歩いてポイントになりますし、はい、お買い物行ってレシート提出でもポイントになりますし、ある、確かにあるな。生活がポイ活になります。配信かっこ投げ銭などって書いてるじゃないですか。配信でいただいたお金もこれはポイ活としてカウントして OK なんですか。あ、確かにね、配信、配信、うん、投げ銭などって書いてあったり、あ、これ一例ですね。ああ、ただで稼ぐ方法、うん、あ、そうか、これはやってらっしゃらない。僕はやってない。なんで、いや、ダメですよ、これ邪道ですもん。確かにね、これポイントとして僕は認めない。ポイ活ではないですよね。ポイ活ではない。ただで稼げるさ、お仕事ですね。そうですね、ストリーマーですね、うん、おっしゃる通りですね。うん、え、ポイ活に割く時間って、その一般の方が仕事している時間ぐらい割いてるんですか。で、実際に月、じゃ例えば3万ポイントを稼ぎたいってなると、はいはい、隙間時間です。え、リンタロさんが、はい、トイレ行ってます、ちょっとこのカード作りたいって言って、トイレで作って、はい、ポイントゲットみたいな。あんまりサクって感じじゃない感じですかね。でも1300万ってことは月100万ポイントとか言ってるわけじゃないですか。それはさすがにもう結構、そうですね、発信もしてるっていう
ことでもそうですね、入ってますね、うん、何がポイント大きいんでしょう、うん、その意味ではね、うん、月100万ポイント以上の計算になるじゃないですか。そうですね、うん、はい、何が大きいのかっていう、その特にボリュームが大きい、まあ紹介ですね、友達紹介とか、あ、そのサイトの、僕のおかげで絶対お金入ってますよ。僕シンパイさんがつぶやいたやつリンク踏んでいってるからってことですよね。マジですか、はい、ありがとうございます本当に。それはお互いウィンウィンのやつですか。そうですね、ウィンウィンですね、そういう意味では、ね、僕から抜くとかないんで、いうことですね、はい、極意が今出てますけれども、どうですか、ポイントはどういったところになってきますか。今いろいろね、お得情報のパトロールとかね、プレスリリースみたいなものも目にして、そうですね、うん、常に気を張っては情報発信のネタにしてますね。そう、プレスリリースって結構僕ら広告の、僕広告の仕事やるからあれなんですけど、はい、申し込み数ってそんな来ないんですよ、うん、なんか100個限定で無料でとかってやるじゃないですか、うん、でもなんか蓋開けたらあれなんか60個しか申し込み来へんかったとか、うん、あるんで、申し込めればもらえるみたいな結構ありますよ、やっぱ。なるほどね、はい、きちんと見てる。ポイント還元の率が3倍になるとか5倍になるとか、そういうのも見逃さないってことですよね。いうことですね、はい、ありがとうございます。さあ一方でですね、いいことばかりではなくて注意も必要ですよね、ということでふみふさんに伺ってまいります。はい、まあ、ただより怖いものはないというね、経験をされたということですが、どんな経験だったんでしょうか。これが私が海外旅行へ行った時に、お土産屋さんでセミナーに参加すれば、うん、高級ホテルの宿泊券を無料でプレゼントしますって声をかけられて参加したんですが、はい、うん、気づいたら高級ホテルのタイムシェアの勧誘に変わっていたんですよ。で、終了予定の時間よりも1時間半過ぎてもずっと勧誘が続いて、契約しないと返さないような雰囲気になってしまってですね、はい、で高いとは思ったんですけど、勧誘に疲れていたのもあって500万円のプランを10年ローンで組んでしまいました。うーん、ね、まあ、確かにこういうのありますよね、はい、うん、これなんかクーリングオフでそれ契約やめるとかそういうことできなかった感じですか、しなかったんですかね、うん、あ、もうその時は間に合わなかったですね。あ、やめようとはしたんですか。いや、まだクーリングオフの段階では全然あの浮かれてて気づいてない感じでした。あ、浮かれてて、あ、じゃあ、いい買い物したぐらいの感じですか、はい、うん、うん、あ、その買った瞬間っていうのはなんか、あ、よかったかなって逆に思っちゃってる時があって。あ、そうか、そう、あの後から考えたらそう思わされてたっていうことですかね。あ、はい、ホテルっていうのがいいんでしょうね。1週間とか2週間のクーリングオフの期間内に泊まってみたりしないですもんね、多分ね。うん、その通りですね。ちょっと先ですもんね。なるほど。あ、そうですね。はい、他にもいろいろ経験されているということですが、いかがでしょうか。ふみふさん。はい。え？マジで？てか、ふみふさん富裕層じゃね。はい。払えてるのすごいな。払えてるんですか。すげえっす、うん、いえ、全然払えてないです、これは。あ、もう すごい困ってます。特にこの不動産の件も困ってますし、はい、でこの啓発、あ、自己啓発のセミナーも本当に、ただこの後結局108万で FX の商材買わされちゃってるので返すのも大変でしたし、でもなんか自分を変えたい感じはめちゃめちゃあるある。4580万円の不動産ってなんでダメだったんですか。はい、ずっと赤が出てどれだけ計算してもプラスにならないような、多分80歳ぐらいになってもプラスにならないような計算になっちゃってて、後で場所とか物件が良くなかったってことですか。場所はなんかギリギリ、いやでもそうですね、80何歳ぐらいまで利益が、そこから以上は利益が出ないようになって、何それ聞いたことない、どういうことなんですか。やられてるな、やられまくってるじゃないですか。断れないんだ。そうですね、断れない。ふみさん、ご自身でどうね、思ってらっしゃいますか。こう何度もね、ちょっとこう辛い思いをされてるっていうことについて、はい、うん、あ、
なんで騙されるのかな自分はって本当に思いますね。はい、分からないんですね自分でも。そんなのが、あ、でもあのご自身からセミナーなんで参加されてるわけですよね、はい、きっかけは何ですか、それぞれこうセミナーに行くことになった。 あ、はい、そうです、うん、あ、そうか、きっかけはですね、この例えば、最初のセミナーでしたら商品券がもらえるってやっぱ言われたんですよ最初に。なるほどね、そうですね、さっきのね、はい、あのホテルの券もそうですよね。はい、そうです、うん、無料で宿泊券もらえるって言われたんで、やっぱ、うん、あ、だったらと思って。そうか、なるほど。逆に言うとシンポイさんなんか断る力がめっちゃ強いんでしょうね、はい、うん、そうですね、商品券だけもらって何を言われるか、いやもう帰るんで帰れる人ですよね、そうです、そうですよね、きっとね。そうです、リアル系も行くんですか。行きます、行きます。あ、行くんだ、お金かかることはしないんですか。まあ、その少し課金したらどうこうみたいなことともあると思うんですけど、あるんですけど、こういった商品はやっぱないですね。はい、ですからまあ気をつけなさい、気をつけましょうねってことで、体験無料とか初回無料とかね、今だけ無料みたいなことよくありますから、はい、だけれどもまあ実際には行ってみるとですね、はい、あのなんだかこう帰りにくくなってくると、はい、うん、買えば帰れるみたいな感じになってくる、契約すれば帰れますよっていう感じになってくる、でなんか面倒になってしまうとか、この最初の1ヶ月無料、私めちゃくちゃ引っかかっちゃいますよく。なんかやっぱサブスク最近多いじゃないですか、そうですね、で1ヶ月間無料って入って、うん、気づいたら結構年間数万円抜かれてたみたいな、抜けるの忘れてたっていう、最初の1ヶ月無料のそういうのって、あの抜け方を教えてくれないから、そうその毎回人に聞いて恥ずかしいんですよね。大会ボタン超ちっちゃいそう、これ抜けれないんだけど、なんか毎月何千円払ってんだけど、なんとかならない、やめ方わかんないって。 iPhone で一律でありますよね、抜け方。あ、なるほど、抜けないんだよ、サブスクね、教えてくれないんだよ抜け方、うん、いうことですね。シンポさん、そういう意味では注意点ってどういうことになりますかね。無料のつもりなのにこうなっちゃうとかっていう、結局出口を分からず、うん、サブスクも利用すると実はその、まあ、1ヶ月では解約できないとかいうのもあったりするので、うん、やっぱりちゃんとそのポイントサイトを利用するときでもやっぱ条件っていうのをちゃんと見た方がいいですね。僕こんなうまい話あるかよと思ってやめるんですよ。あ、これやった方がいいパターンもあるってことですよね。そうですね、むず一回あのサービス名でツイッターで検索かけるといいですか。あ、そうか、そうすると、まあ、なんか入ろうかなと思ってるサービスの名前で例えばなんとか大会とかで入れると、あの大会できないのところ誰か大体文句言ってるんで、うん、あ、素晴らしいアイデア、大丈夫そうだなとか、ね、なんかレビューを見るって大事ですね、うん、なんか問題があればね、すぐ引っかかるよっていう、はい、レビューも結構怪しいんですよ、業者がやってたりするんです。そうか、僕ツイッターほんと一番いいんですよ、それ生の声ですもんね、生の声なんで、うん、それなりの量集まってくるってことですね、うん、久しぶりにツイッターのいいとこ聞きました使い方ですね。はい、ふみふさん、その後いかがですか、あの注意されたりしてますか。うん、あ、そうですね、できれば、行かないようにはしてはいるんですけどもやっぱりなんか無料って書いてあると、はい、ついつい目を引かれちゃうんで、うん、あれ、それからも結構参加したり、そうですね、はしましたね、買っちゃったりっていうのは。でも例えばその500万円 の, そのホテルの券もその分使っちゃった方がいいんじゃないですか、きちんと、はい、むしろ、まあ、解約するなり使い込むか、うん、使い倒すっていうか、はい、うん、どうですか、使ってますか。あ、そういうふうになんか言う、いえ、うまく使えなかったんですよ、有効活用できたらよかったんですけど、これもそのままになっちゃいましたね。あ、終わっちゃったんですか、もう。あ、はい、いえ、これは途中で、うん、なんですか、権利放棄みたいなことをやろうと思って動いて、なんとかなったんですけど、最後は。あ、結局使いました。いえ、うまく使えなかったです、これは。タイムシェア一度も使わずですか。あ、はい、そうです。もったいない、もったいないね、使える分は使えばっていう考え方もね、まあ、なきにしもいや、難しいですね、これはね。金近さん、どうでしょうか。そうですね、うん、僕は基本的にそのネットで見たなんかポイント系のやつ全部嘘だと思っちゃってたんで、うん、基本的にはこれ入ったらなんかされるんだみたいな、うんうん、ネットの情報が疎いんで、あ、そうか、全部押さないようにするんですよ。だからなんか広告とかバーンって出ちゃうと、はい、もう
消し方が分かんなくて、うん、押しちゃう時あるじゃないですか。罰を押したいのに そこに飛んじゃうみたいな、うん、飛んじゃった後とかもドキドキしてます。なるほど。多分これ俺全部情報抜かれたみたいな。はい、確かにそういう意味だと新保さん個人情報を結構提供してる部分は、ね、ありますね。あるんでしょうね。そうですね、うん、そこはどうお考えですか。まあ、リスクの部分みたいなことで言うと、まあ、そうですね、やっぱりいろんな考えがあるので、まあ、ある一定の個人情報であれば、まあ、ありかなっていう自分の線引きっていうのは自分ルールを皆さん作って、うん、で利用した方がいいですね。あ、そうですか。僕個人情報って僕どうでもいいって割と思ってるタイプなんです、ね。一回酔っ払った時に友達が個人情報がどうのこうのとか言うから、どこでもいいんじゃんって自分の携帯番号を書いてツイッターにパーンって貼ったら、そっかり3時間ぐらいずっと鳴りやまなくなって、あ、個人情報って大事なんだって実感してるんですか。なるほどね。はい。そのデートの時とかもやるんですか。デートの時とかなんかそのポイ活ね、デート、蛙化現象起きるとか言うじゃないですか。ポイントとか貯めると確かにめっちゃ美味しいご飯食べた後、ポイントで払ってるのちょっと見たくないかもしれない。そうですね。まあスマート別にいいんですけど、スマートにやればいいんです。そうか、トイレに行くときにポイントでポイントでポイントでとは言わないけど、もう済ませておいたよっていう。かっこいい。さらっとさらっとポイントでポイントで払ってる。でこんなポイント持ってんだって。しっかりしてそうだな。おもろい。逆に言うとみんなが結構やってるけどこれは違うからやらないとかっていうなんかポイ活ありますか。チンポイさんはやってない、あるいは全部本当にやってるのかみたいな、もうあらゆることをやってる。だいたい体験済みですね。でやめといた方がいいよとかってあんまりやらないとか。やっぱ先ほども言ってた通り不動産とかっていいんですけど断れない人もいるんですよ。だそこはやっぱり断れるっていう力も必要なので、うん、そういったところで線引きが必要ですね。なるほどね。はい、修造さんどうですか。ここまでいろいろ話不動産そうですよ。かもられちゃうってことですよね。だからね、うん、だからこう自分が誘惑に弱いなと思ったら行っちゃダメってことなんですけど、でも誘惑に弱いから行くんですもんね、無料席。まあそうですね。なかなかむずいなみたいな。ポイ活そのものはどうですか。僕ですか、うん、僕でも楽天ポイントとかアマゾンのポイントとかめっちゃ貯めて使いますよ。うん、実際ねもらえるもんは使ってやっていくタイプですけど。なるほどね。はい、いうことですけど、リンダさん最後いかがでしょうか。いや、とりあえず新保さんのツイッターフォローしようかなと思って。まあそうですね、情報ね。確かにね。はい、ウィンウィンということでね。はい、金近さんいかがでしょう。僕は引き続きポイントに踊らされることはないように頑張ります。はい、そのおごってもらう話術の話をね、おごってもらいます、みんなから。次回はそっちの特集を組みましょうということで。はい、新保さんとふみふさんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。アベマプライム進行の平石直之です。ご視聴ありがとうございます。これを機にチャンネル登録よろしくお願いします。